はい、皆さんこんにちは。 えー、行政書士受験生のための特別講座ということで、えー、あのレクセンに講師担当佐々木で始めてまいりたいと思います。であの本日はですね、行政書士の直前期ということで、えー、これ去年もおやったんですけれども、あのぜひですね、あの会社法あの結構捨ててらっしゃる方も多いかもしれませんけれども、あのまあもしこの分野が出てきたならば、あーゲットしていただきたいというところで、あの去年からですね、去年あの実は設立をやって、えー、あの一時間五十分、一時間半のところ一時間五十分かけて設立 やって延長しすぎだと言って私はあのスタッフにボコボコに怒られてあの長すぎると怒られてであの結局設立本当申し訳ない出なかったんですがあただぜひ、ね、今も YouTube にアップしてありますのであの今年設立出るかもしれませんからあのまだ YouTube 見てない方はです、ね、あのそちら、まあ、YouTube の方で設立の勉強設立のそこで1時間50分でほぼほぼのもう設立全部喋ってますからあのそこであの、まあ、あ講義をあてお 頑張って、えー、設立もし出て,てきたら取っていただきたいというところなんですが今日,、ねえー、今日は株式会社の期間ということで、あのー、これも、ね、やっぱり1時間半なのであの1時間半でさすがに期間全部はお話できません。 えー、なので一応、中ペラペラをめくっていただくとわかると思うんですがあの取締役だとかあと、まあ、機関として株主総会と取締役会ちょっとそれを比較するところとお話をしていこうかなと思っております。であの去年、ねあの、行政書士であの監査等委員会設置会社あ名委会設置会社あまさかの、えー、あそこを出たのみたいなあところからびっくりされたと思うんですがあなので、まあ、今年はさすがに監査等委員会設置会社 とかその辺りはもう出ないとは思いますけれども。えー、ってことでですね一応もうオーソドックスな取締役だとか、えー、取締役会だとかあそういった話を見ていこうかなというところになっていきます。でまずこれもね、あのーまあ、私もね、あのー、この会社法の問題、あのー、解きました。 あであのー、まあねあの足レ,ベ足レベルによってはものによってはえこんなこと聞いちゃうのと、えー、司法書士でもここまで聞かねえよとういうところもあったりだとか、ねあのー、結構ね、えー、会社法って難易度にばらつきがあるもう超基本的な事柄を聞いてきたりだとか、ねえー、すっごい難しいところを聞いてきたりなので、えー、対策を立てづらいと。 とといううころだと思うのであのただ細かいところまで、まあ、逆に言うと突っ込んでいかない方がいいかなと思いますこの時期ですから、えー、それよりもどっちかっていうとね、えー、民法とか行政法の方をがっつり取っていただきたいかなと思いますけれどもということで本格的に会社法がやりたいなと思った方はぜひ今年行政書士を受かっていただいてそのまま勢いで使用書士に来てくださいということで、えー、あの中身、えー、まずーね、えー、オーソドックスなところやっていきましょうまずページめくっていただいて、えー、取締役のところご覧いただきたいんですが でまあねこの取締役ねあの株式会社であれば全ての会社に取締役は置かなければなりません。 でただあ、ね、取締役に関してはあただ何をする人たちなのかその権限が会社のスタイルによって全然違うんですよとその会社のスタイルというものがあ、ね、一番のところ取締役は取締役会設置の有無によりその権限等が異なるというところでその取締役会というのはすべての株式会社に存在するわけではありません。 ってことで、えー、例えばねイメージ的に、えー、うちの会社父ちゃん一人でやってますよみたいな、えー、会社もう株式会社ですみたいな、えー、父ちゃん一人でやってる会社だったらわざわざ取締役会という行々しいものを作る必要ないんですよ。であればあもうね父ちゃんが一人取締役ですで、えー、やればい,い済むだけの話ですね。で えただあうちの会社そこそこ手広くやってますよというところであれば取締役会という、ねえーね、あの意思決定機関を作ってであのしっかりとした経営体制経営陣を敷けばいいというところからあそもそも取締役会を置くとか置かないというのはその会社に応じて、えーかあのかまあ、カスタマイズしていくことができるみたいなイメージなんですねもちろんね。 これも、あのー、法律上、例えば、うちの会社はあ、かなりでかい事業規模なんだけど、あんまりでかい業々しいものを着たくないから、えー、取締役一人で回しますよ、みたいな状況で、えー、でかい規模の会社っていうのは、さすがにそこまでの自由度はないんですよ。ある程度の縛りはあります。ね、例えば、 あのーまあ、これも、ね、会社をすっかり捨てちゃってますという方にとってみると何のこっちゃって話になるかもしれませんが、えー、多分、これ受けてらっしゃる方はあ相当今年の本合格を本気で狙っているというところで、えー、そこそこもう、ね、勉強を、ね、身についているということを前提にお話をさせていただきますが株式の譲渡制限、えー、これに関して例えば、えー、本来株式譲渡は自由が原則ですね。 でえー、ただあ、ねえー「いやいや身内だけでやっていきたいよ」という場合であれば定款に「譲渡制限」というものをつければ、ねえー、人物チェックをすることができるよとよそ者を入れないということができますね。じゃあでですすよ原則通りの譲渡自由です定にには何にも書いていてませんというスタイルの会社だったらよそ者があガ,シガシガシ入ってくることがありますね。 となると株主がコロ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 変わるということを想定しますならばそれなりの経営体制を敷いてくださいということになりますから取締役会という会議体が必要となるんですってことは取締役会を置くってことは取締役会で会議体なんですね物事多数決で決めていきますならばちょっとめくってください四ページです 4ページめくっていただきますと「人数」といたしまして何人取締役が必要かってとこなんですが、えー、取締役会設置会社でない、えー、うちの会社には取締役は置いてませんという状況であればまあ1人いれば十分ですよとさっき言ったみたいに父ちゃんだけでやってる会社ですみたいなケースだと取締役1人いれば十分ですよただもちろん2人いてもいいんですよ父ちゃんと母ちゃんが取締役ですって構いません けれども取締役会というものを作った場合であれば会議体ですから多数決で物事を決めていきます多数決が成立し得る最低人数って3人でしょってことになりますからこの場合は取締役会という会議体を作るのであれば取締役は3人以上必要ですということになってきます で、あと、その下に、括弧中ってありますが、一応知識としては書いておかなきゃいけないんですが、ただ、これ、監査等委員会設置会社とか書いてありますが、これさっきも言ったように、もう監査等委員会設置会社はいいでしょう。うん、ってことで、一応知識としてはね、あの、入れておきましたけれども、えー、今年対策としてはもう、ここ何な,ならもう読み飛ばしてもらって構いません、というところでありますから。まあ、気になる方は見といてください、ということぐらい。 じゃあね、えー、取締役会がないかあるかで、えー、定款に何にも書いてなかったら取締役会基本ないんですで取締役会を置くためには取締役会を置くって書いてないとだめだから取締役会を置くならばもしくは置かなきゃいけないならば定款に取締役会をうちの会社は置きますということを書いておかなきゃいけないんです。これは さっき言ったみたいにうちの会社は、えー、公開会社です譲渡自由の公開会社です公開会社だったら法律上取締役会置かなきゃいけないです法律上置かなきゃいけない場合でも定款規定は作ってくださいお宅の会社で書いてくださいということで、えー、この取締役会置くとか置かないは、えー、任意に置いている場合もあればね、えー、法律上置かなきゃいけない場合もあります どちらにしても取締役会を置くならば定管規定規が必要です。じゃあ取締役会置いたか置かないかで取締役の権限が変わってくるんです。ということで戻ってください。2ページです。 で2ページ戻っていただいて1番の2行目です取締役会設置会社でない株式会社の取締役まあイメージ的にはもう父ちゃん1人でやってますよみたいな会社ですよもしくは父ちゃんか母ちゃん2人でやってますよみたいな会,会社ねこういった場合取締役会を置いてないんだったらその会社の取締役は実際会社の業務をもうり行うと。 自分たちで決めて自分たちで動くと。例えば、父ちゃん一人が取締役だったら、父ちゃん一人で決めて父ちゃん一人で動くんですよ。ってことで、えーねえー、と業務を執行し、ただ、そしてその後、他に代表取締役、その他株会社を代表する、えー、株式会社を代表するものが定められていない限り会社を代表する。ですから、原則代表権ありってことなんです。例えば、 えー、うちの会社はあお父さんとお母さん2人が取締役ですと父ちゃん母ちゃん2人でやってる会社ですと、えーねえー、そこですよ何にも決めてないんだったらお父さんもお母さんも代表権ありなんです。であの俗にね社長とかいう言葉ありますよねあれ法律上の用語ではありませんから法律上は会社代表権持つ人は代表取締役という形になるんですが。 例えばうちの会社はあお父さんとお母さん2人が取締役やってる会社ですと言った時にですよ何にも決めてなかったらお父さんもお母さんも代表権持って、えー、お母さんがあ例えばあ佐々木商事株式会社の、えー、代表取締役ですってことで契約してきちゃって構わないんですよ。しかし、えーねえー、2人とも代表権持ってるってのはめんどくさいよねと、えー、かえってもお父さんに集中させた方がいいんじゃないのと言うんだったら。 お父さんはもともと代表権を持ってるのに、あえてお父さんを代表取締役ですって決めるってことは、選ばれなかったお母さんの代表権を剥奪するというふうに考えるんですね。ですから、もともとお父さんもお母さんもおね、取締役会非設置会社ですから代表権を持ってるはずなんです。でも、持ってるはずなのに、あえてお父さんを代表取締役と定めたってことは、 選ばれなかったお母さんの代表権を奪う行為と。考えますこの場合には、ああ、ね、うちの会社の代表取締役はお父さんだけです。選ばれなかったお母さんは、平野代表、平野取締役ですと。平野っていうのは、あのね、えー、あの、代表権がないという平野のね。あの、平野さんとかの平野じゃなくて、ね、あの、平野、えー、平取ちん、えー、です。 でことででここでれほか、ね、に代表取締役その他会社を代表するものが定められていない限り会社を代表する各自代表が原則だということが言いたいんです。何にも選んでなかったら全員が代表取締役です。2人とも代表取締役です。取締役であってなおかつ2人とも代表取締役というところです。これに対して 取締役会という会議体を置いている会社だったら各自代表が原則じゃないんですよ。ということでその下ご覧ください取締役会設置会社の取締役はまず取締役会を構成するとともに取締役会を構成するっていうのは取締役会という会議体のメンバーなんです。そそしててののの後取締役会会を通じて会社の業務執行の意思決定 および取締役相互の業務の監督に関与する権限を有するというところですで、このね取締役会設置会社で言いますと基本的に取締役は平取りなんですじゃあ取締役を選ぶのはどこで選ぶだったでしょうか取締役を選ぶのは株主総会で選ぶ 株主総会で選んだ時に取締役会設置会社じゃなかったらもうその時点で原則代表権ありですよ。でこれに対して取締役会設置会社だったら取締役会で選ばれたとしてもまだその時点では平野取締役な ちょっと画面の方に色付けますね、えー、取締役会設置会社か、えー取,締役会えー、取締役会設置会社じゃないか取締役会設置会社じゃない株式会社か、えー、取締役会設置会社かで分けてください取締役会設置会社の場合には各自代表ではないんです。取締役になった時点ではまだ代表権持ってないんです。 平野代表取締役。あ、平野とごめんなさい。平野の取締役です。じゃあね、えー、代表取締役どうするのかというと。取締役会って、会議体があるんでしょなので、えー、取締役会で選ぶんです。で、えー、例えばイメージとしては、例えば。まあ、多くの会社がですね。6月とかに、3月決算で。えー、6月とかに、株主総会というのを開きます。 でこれはあね父ちゃん一人でやってるのは会社であったとしてもですよ、えー、株主総会ってすべての会社において年一回開かなきゃいけないんですとなるとまあ例えば多くの会社が例えば三月末決算とかで三月末決算だと、えー、まああのだいたい六月末とかに株主総会っていうのは開きます株主総会は出資者イコール株主が集まって行う会議です例えば。 お父さんとお母さんでやってる会社なんだけど、そこに出資をしてるのは、えー、そのね、えー、まあ言ったらおじいちゃんとおばあちゃんとかね。おじいちゃんとおばあちゃんと親戚のおじさんとお父さんが出資をして作った会社ですと。出資者イコール株主です。そうすると、おじいちゃん、おばあちゃん、そしておじさん、そしてお父さんが出資をしたのであれば4人が株主です。4人で株主総会開きます。株主総会開いた時点で、 えー、例えばお父さんお母さんが取締役に選ばれましたその会社は取締役会設置会社ではありませんならばお父さんお母さんはあ、ね、代表権を持つ取締役ですと取締役会ないならねでも、えー、うちの会社は、えーね、取締役会設置会社にいたしましたとなると例えばじゃあねあのよくって まあ昔ね三ちゃん会社なんて言ってんでがあのね、えー、父ちゃん母ちゃん僕ちゃんみたいな、えーね、3人が取締役やってる会社ですよというところで、えーねあのー、お父さんとお母さんと僕が取締役3人でやってる会社です取締役会設置会社です3人がそのねじいちゃんばあちゃんたち株主から選ばれました取締役会で株主総会で選ばれました。選ばれた時点では 社長が誰になるか、代表取締役が誰になるかってまだ決まってないんですね。平野取締役なんですよ。どうするか。この後、例えば、6月20日に株主総会開きました。あよくあるパターンとしては、6月20日の午前中に株主総会開いて、えー、ね、あの、選ばれた。じゃあ、午後に取締役会開いて。 でえー、そこで取締役の出席者っていうのは取締役なんですよもうじいちゃんとか来れないんですね、えー、じいちゃんとかばあちゃんは株主であって取締役じゃないんだったら、えーね、取締役資格持たないんだったら取締役会出、えー、れないんですよだってねあのこれね、まあ、父ちゃん母ちゃんとかの会社だったともかくとして企業秘密とかもありますから株主だったら会社のどこにでも入っていけるってわけにはないですね なると、えー、企業秘密だとかが話し合われてることもあったりはしますから多分、えー、取締役会に出席できるのは取締役とかまあ監査役やれば監査役とかねになりますじゃあその取締役会でこの度今回のうちの会社の取締役はお父さんお母さんと僕です。 3人で取締役やってます3人で代表取締役代表権を持つ者が誰かっていうのを決めていくことになります。でそこで例えばじゃあね、えー、お父さんが代表取締役になる、えー、でお母さん僕が反対しましたでお母さんを代表取締役に言ったらお母さんと僕が賛成しましたお父さんは「私がやる!」って言ったんだけどダメですと、えー、言われちゃったで多数決でしょでなると、えー、この場合はあ「お母さんがこの度代表取締役 ということでこのの場合の選ばれ方上と違うんですよ、ねえー、取締役会設置会社じゃないならばもう株主総会で選ばれた時点で代表権持ってるはずなんだけれども、えー、別の人あの誰か1人を選んだならば選ばれなかった人の代表権を剥奪するというふうに考えるのに対して取締役会設置会社の場合には違うんですねと。 取締役会設置会社の場合にはこの場合株主総会で選ばれた時点ではまだ平取でりですでそしてそのあ取締役会で代表取締役を選んだならばその人だけが代表権を持つんですという違いが出てきますじゃあね、えー、平野取締役に関しては上と違うのが業務執行権が持たないってことなんです で、上の、えー、取締役会設置会社でない取締役はあ会社の業務を執行し、業務執行権代表権を持つと言ってますけれども、取締役会設置会社の平野取締役に関しては原則として業務執行権を持ちません。代表取締役は業務執行いたします。じゃあ、 あ取締役会設置会社の平野取締役何をするのかっていうと取締役,の,取締役会の構成メンバーとしてアンダーラインのところ業務執行の意思決定でつまり会社の業務執行って決めてから動くっていう順番ですね。 取締役会で例えばどこどこの企業と契約を締結しようだとかでかい契約の締結だとか何か事業開発をしていこうとかいうときには大きな経営事項等については取締役会で決めていきますそうすると取締役会で決めてからじゃあ実際契約を締結しに行ったりするのは代表取締役という形です ですから平野取締役はそこの意思決定のメンバーには含まれますけれども、えー、実際、業務執行し,、えー、して会社代表するのは代表取締役という形です。じゃあ、それ以外意思決定しかしないのかというとでもちろん、その後取締役相互の業務の監督に関与するとでその相互と書いてありますが主に大取チェックです。 代表取締役が、えー、しっかりその、ね、業務執行をやってるかどうかというところのチェックです。 あとまあもちろんね取締役としてそれ以外の業務をしてることもありますよ例えば何たら取締役とかねあのその会社に独自にいろいろな役割を与えられることがありますそうするとそれぞれがしっかり法律守ってやってるかどうかとかしっかり会社の損しないような何か動きをしてるかどうかという相互のチェックはしますが。 まあ、特に取締役会設置会社の場合には取締役は3名以上必要だと先ほど言いました。そうすると、お互いにお互いを監視する。主に自分たちが選んだお母さんがちゃんと大取りとして機能してるかどうか。うん、ね、代表取締役はお母さんでしょ。ね、それがしっかり仕事してるかどうか。それも含めて、法律違反してないかどうか。それも含めて、選んだ取締役たちがチェックをするという関係です。で、 この場合、ね、特に取締役会設置会社の場合なんかにおいてはやはり、ね、その辺りを出資者である株主たちにチェックをさせるというのは無理があるんですよというところからあ取締役会設置会社の場合にはあ、ね、取締役たちでチェックをしていきましょう逆に取締役会がないならば比較的イメージ的には株主と会社の距離が近いんですねとなると株主チェックが結構働くんですよ 取締役会がないならば、じいちゃんばあちゃんが出資者です。じいちゃんばあちゃんの目が行き届くんで、て、行き届いてるんですよ。でも、えー、取締役会まで作っちゃったんだったら、日頃からいろんなことは株主総会で決めないので。じいちゃんばあちゃんには経営が直接見えないんですよ。取締役の動きが見えないんですよ。ならば、自分たちでチェックをしていこうというイメージですね。では、続きまして、えー、今度2番で、えー、取締役の選任といたしまして、 じゃあ取締役誰でもなることができるのかと言いますと、えー、1番「結核自由」とありますがこの「結核自由」っていうのはですね、仮にこの人たちを取締役に選んだとしてもそもそも株主総会決議自体が無効なんですと。 そそもそもこの人たちはあ、ね、取締役になることができませんという状態なんですがたとえ本人がやりますって言ってもダメなものはダメなんですというところでいいですかまず一つ目です、えー、結核自由といたしまして括弧、えー、の中で丸一番法人ですねつまり取締役は自然人でなければならないということなんですよ。 取締役は自然人でなななければならないつまりその人の個人的手腕に着目して選ばれるんですよ。法人だったらその法人の個人的手腕も何もあったもんじゃないでしょう。ですから、えー、自然人でなければならないというところちなみに法人はほ、ねえー、他の会社を出資して株主になることはできます。 例えば A 会社が B 会社に出資をして株主になることはできますけれども、えー、ただ取締役になることはできないよというところですでは続きまして丸三番丸四番ちょっとひっくるめて言うと丸三丸四ってですね、まあ、ざっくり言うと犯罪を犯した人なんですよ。丸三番丸四番一定の犯罪を犯した人じゃあその犯罪を犯した人なんですがねえその犯罪も 経営者としてさすがに失格かまずいよねというケースと人としてまずいよねというケースをちょっと分けてほしいんです。丸三番は経営者としていかがなものかねっていう観点なんです。会社法関係の犯罪を犯した場合なんです。ということでちょっとね,ね枠のすぐ下米印の下のさ三角括弧ありますね。三角括弧。 あの米印のすぐ下「えー、○○三○○丸について」とありますがで会社法関連の罪に,よるは、えー、罪による場合の方が厳格な欠格、えー、要件つまり、えー、会社法絡みの犯罪を犯した時の方があ、ねえー、あのやっぱ厳しいんですよ。経営者として失格だと言われる方が強いんですね。で 会社の関係以外の犯罪、例えばね、あのね、えー、むかっと来て人のことなぶん殴っちゃって、傷害罪とかね、えー、契約者として、えー経、会社経営者としてっていうのはそもそも人としてって話でしょ。でじゃあ、ここで、えー、ちょっと見ていきましょう、上の丸三丸四に関しては、ちょっと後から読んでいきます。えー、これ、あの時系列で見てった方が最初わかりやすいと思いますから、えーか、先に下に降りてください。いいですか、一番下。 丸三番により欠陥なあものってありますが、とりあえず犯罪のところ会社法関係法令違反の犯罪を犯しました。例えばね、これ別に犯罪の名称を覚えなくていいです。例えば、えー、会社法上特別背任罪とかいう規定があります。ねえ、そもそもね取締役としてこれやっちゃいかんだろうみたいなことを、えー、ねあ会社が損するって分かっているのにあえてそういそういったものをやっちゃうとかね特別背任罪まあ会社を裏切っちゃうとかね。 えー、そういったのケースなんですけれども、ねえー、そういったあ会社法関係法令に違反した犯罪もうあ、ね、そもそも経営人として失格だとしかもそれが犯罪に該当するような行為といたしましたこの場合いいですか、ねえー、一定の犯罪を犯しましたと言っても場合によっては、ねあのーねえー、全然ね、あのーまあ、濡れ衣で、ねまあ、場合によっては無罪ってこともありますですから、ねえー、一定の犯罪の容疑がかかっただけで当然に失格ではないんです。 逮捕されただけじゃないんですね。だって無罪判決が出ることもあるでしょ。ですから、まず、ね、犯罪を犯しました、まあ当然ね、逮捕だとか起訴されてとか刑事裁判を受けることになりますけれども、そこで、えーまあ、判決、有罪判決となりました。で、有罪判決となってですよ。で、ここから、例えば、じゃあ、懲役3年という判決が下ってしまいました。えー、ね、特別背任罪で、はい、有罪判決です。はい、懲役3年ですとなったら、 でえー、懲役3年だったらまあ例えばその執行猶予がつかなかったら実際刑務所入りますね執行猶予の話このあと出てきますがでとりあえずよくねニュースとかで「実刑か執行猶予つきか」っていう言葉出てくると思うんですがであの執行猶予がつかなかったら「まあ実刑」と言っていくんですがはい懲役3年だけしかつかなかったなら刑務所3年間入んなきゃいけないんですね。 じゃあ刑務所3年間入ってもう本人が反省してます出てきましたただ、えー、しい取締役になることができますかって言ったらなることはできないんですね、えー、2年間はおとなしくしてなさいというところでこの場合で、えー、刑の執行、まあ、例えば懲役3年刑務所入ってきました出てきました出たら速攻取締役になることはできないんですよ、えー、2年間はあまだまだだめですと言われる。 では懲役3年年執執行猶予4年執行猶猶予予でしたでじゃあ今言った執行猶予付きってどういうことかっていうと例えば今言った懲役3年執行猶予4年ですということは本当だったら社会義務所に3年間入らなきゃいけないけれども執行猶予が4年間って言われたら4年間外でおとなしくしていたらその後何もしなからその4年間無事に過ごしたならば。 刑務所に3年間入らなくていいですよと要は執行刑務所に入ることこれが猶予される。で、えーね、その4年間無事に何事もなく過ごしたならば、うん、もう3年間の懲役、えー、これはあ、ね、受けなくてよくなるということで次のページの上ね えー、執行猶予付き判決、えー、CF コンファートこれはあの、ね、比較とか参照なんて言っていくんですが、えー、CF3 ページの上をご覧ください執行猶予付き判決の場合には犯罪を犯しました例えばここで判決として執行猶予付きです懲役3年執行猶予4年って言われましたとなると4年間執行猶予の期間はあ、ね、この間はさすがに結核ですだって有罪判決食らったわけでしょ いくら実刑じゃないとは言えいくら外で暮らしているとはいえこれ経営者として失格ですよ。ってことでこの場合にはあね、えー、まあこの間はダメですけれどもただ執行猶予の期間が無事に満了したならばあここで執行猶予付き判決の場合にはあその期間無事に過ごしたならば刑の言い渡しは効力を失うと。刑の言い渡しっていうのはつまり、えー、懲役3年の部分ですよ。 懲役三年の部分は、もう効力を失いますから。よって、外で四年間おとなしくしといたら、懲役三年が消えると。ただいつか。無罪になるわけじゃないんですよ。有罪となった事実が消えるわけじゃないんですよ。あくまでも、懲役三年の部分が消えるってだけです。で、となると、ここで。直ちに取締役となることができる。直ちにってことは、二年待つ必要ないんですと。いうところです。 でではその下です今度、えー「丸4により結核のもの」ってありますがこれもね犯罪した人丸4っていうのはあ会社法関係法令違反以外の場合とありますけれどもこれが例えば先ほど言った障害罪とかね。 えー、窃盗罪とかそれ人としてどうかなと、えーね、あの経営者以前に人としてどうかなって思いますけれども、えー、ただ少なくとも、えー、こういった例えばあ、ね、あの向かってきて傷、えー、害罪暴行罪これ働きましたというケースなんですがここでね、えー、犯罪を犯しましたそれが有罪判決を受けましたという時もこの時気をつけてほしいのが犯罪括弧禁錮以上ってあるでしょ。でこの禁錮って何なのかっていうと、えー、刑罰には 重さがありますで、えー、ちょっと下の点々の枠の中をご覧いただきたいんですけれども、えー、点々で刑罰の重さでこれは別にあの行政書試験対策としてはまあね覚えなくてもいいのかなあいいんですがあのー、まあまずねあのこれ刑法で出てくる話でしてまあ皆さんご存じのとり死刑が一番重いですね。でその後、えー、は懲役なんですよ。 でまあ、もちろんね懲役も無期懲役と有期懲役というのがありますけれどもで、まあ、一定期間刑務所に入るとでその後ろ金庫ってありますねこれも、まあ、刑務所に入るものなんですがで、えー、じゃあね懲役と金庫って何が違うのかっていうとこれ、えー、刑務作業を課せられるかどうかっていう違いなんですよ。 であの刑務作業が課されるかどうかわ、まあ、割とですね、えー、そうですねあのまあ金庫でも望めばでやるあのすることはできるらしいんですけどもまあまあそれは意図して、えー、分かっていただきたいのはどっちも刑務所に入るんですで、えー、刑務作業課されるケースが懲役でまあその違いで、えーまあ、懲役の方が、まあ、どちらかというと重いと。 あまあ、あの刑罰としてはね。であとその下罰金とありますね。であの罰金、えー、で、まあ、あのまあこれはね、えー、身柄拘束を受けるわけではなく、ね、お金を支払わせるというタイプの刑罰のかけ方です。でその後ろご覧いただくと、えー、これ拘留過料ってありますね、まあ。この違いももう試験対策としてはいいんですがもうせっかくここまでしゃべったので言っておくと拘留っていうのも身柄拘束なんですよ。 であのー、まあ身柄拘束まあ,あの一定のね,、あのーまあね A、拘束受ける、まあ、身柄拘束例えば刑務所に入ったりするんですがただねこれも、あのー、この拘留っていうのはじゃあ懲役金庫と何が違うのってところですが期間の違いなんですよ、えー。懲役金庫の違いっていうのは刑務作業ありかなしかでしょ ?1 か月以上だったら懲役金庫なんですよ。30日未満だったら拘留なんです。 でですすから罰金よよ。りも軽いんですよ、まあ、ちょっとしたお仕置きで閉じ込めんぞみたいな感じですよね。であと「過、えー、料」これお金を払うケースなんですがじゃあね罰金と何が違うのかっていうと、えー、1万円以上か未満かの違いぐらいですよと。というところで、えーねえー、5,000円だったら罰金じゃなくて「過料」という違いではありますがまあどちらにしてもこれら刑罰なんですね。 でまあねあのそこねその辺りああの方なそうなんだとおいうところで何なら今日一メモの取り方が多いぐらいかなと、えーまあ、なんですがただねここは試験対策としていいんですがまあね分かっていただきたいのはあのー 丸4番ですよ会社法関係法令違反の場合、金庫以上の判決を下されました。そうすると、えー、結核ですよ。例えば、交留、15日の交留受けましたという場合でも、これ、結核にならないんですね。金庫以上ですか であとえー、じゃあね例えば金庫以上の刑まあ金庫なり懲役で、えー、ねあのじゃあ3年間の懲役ですといった場合でも出てきたら即行取,、ま、取締役になることはできるんですね、えー。2ページの下と違うのが2年待たなくていいんですよ。えー、期間満了前のページ2ページの下と区別してください。 期間満了で、えー、3年間の懲役を言い渡されました3年後に懲役刑務所から出てきました、えー、ね出てきたらもうね株主総会で選ばれればですよ選ばれればあただしい取締役となることができますと。というところです2年の制限なしというところあともう一点違うのがその下のコンファーね、えー、執行猶予付き判決の場合。 えー、執行猶予期間は結核自由に該当しないというところでここれも上のところと違いますね例えばあ障害罪で懲役3年執行猶予の4年という判決を受けました執行猶予ってことは外に出てるわけでしょとなると、えー、少なくとも悪いことはしたけれども外にいるんですよ。となるとこの場合執行猶予期間中は取締役に選ばれれば慣れるなれることはできるんですね。 でですす。から、まあ、こういういイメージです例えば、えー、取締役 A さんがカーッ、ねねえー、と来て人を殴ってしまって病院送りにしてしまって、えーね、懲役3年、えー、言われました、えー、でも執行猶予ついてました、えー、懲役3年執行猶予4年ついてました結構重い障害ですよね、えー、けれどもまあまあやったとしてくださいただあ例えばその会社その A さんで持ってるような会社なんですよ であの株主さんたちも、まあ、確かに A さんは乱暴なとこもあるけれどもでもあの人の知名度だとかあの人の人柄で持っているような会社なんですよというようなケースであればまず取締役 A さんが懲役3年執行猶予4年と言われましたでも懲役以上の判決を受けたんでしょ。えー、けれども、えー、この場合執行猶予ついてますね。 ってことで、えー、もうこでも取締役う、そのまま続投はあできますよというところで、えー、ですから、まああね、また改めて株主さんたちがお願いしますというんだったら別に構わんでしょうというところですよね。でよって執行猶予付き判決の場合執行猶予期間中は結核事由に該当しないというところですね。 ここののありがあの、ねえー、会社法法関係法令違違反の場合と違うとうろですで。さらにその下黒丸なんですが1つ目はまあそんなもんかなでいいかなと思いますがとこの取締役の結核自由の規定はまず監査役そして執行役なおかつ生産人にも順用されているということで、えー、監査役執行役生産人同じです。 執行役っていうのはあ、ね、指名委員会等設置会社のケースでしたね。でさらにその後、えー、黒丸2つ目定款をもって合理的範囲内で、えー、定款で、えー、定款をもって合理的範囲内で自治的に資格を制限することもできるということで例えば取締役は日本人に限るとかね。 うちの会社ではもう外人さんは困りますよというんだったら先に定管に定書いいいておけばいいんです,よというところですあとまあ例えばね、えー、もうその会社独自で定年制を設けているとかね、えー、そういうことも定款を作るのは株主ですか株主総会で定款を作りますからそうするともう自治的にもうね,あのね70歳以上はダメとか書いてあったら。 ね、70過ぎの人をどうしても取締役に選,ば選びたいと言ってもその定款規定がある限りは無理ですねと選びたいんだったら定款規定を削除するしかないですねというところです。であとその後しかし公開会社においては」で、えー、絞ることはできるんですよ定款規定作れば絞ることができると言ってますがただ、えー、公開会社においては。 定款で取締役の資格を株主に限ることはできないというところで株主に限るってことはあえて絞るという状態でしょ本来ね冒頭2行であえてその会社独自で定款規定があれば絞っちゃっていいですよって言いましたよねけれども公開会社の場合はあね、えー、その株主に限るという絞り方をしちゃダメなんです 結果的にに株主資格を持つ者が取締役にななっってしまったはありなんですよでも定管このような定款規定を設けること自体がダメなんですって話。でどういう趣旨なのかっていうと先ほど今見ましたように公開会社というのはかなり、ね、事業規模も大きい、えー、そして株主チェックもなかなか届きにくいということをもともと想定してますよね。となるとで、えー、この株公開会社の場合には。 広広くく人材投与の道を広げておくべきだって発想なんですよあえて最初から絞ってどうするって話ですよね。でえー、特に株主資格を持つものじゃないと,ダメ、えー、という限定をしてしまうと例えばものすごいね、えー、うちの会社にとって経営手腕だとかアイデアもある人、えー、その人がうちの会社の経営に関与してくれてもいいって言ってるのにこの定款規定があるばっかりにその人が株持ってないばっかりに。 取締役に採用あの選べないとうちに来てもらえないってことになるでしょ公開会社であればあ,あえてそういった人材を取る道をこういった意味で株主に限定するというふうに狭めるべきではないですこれが広く適材を売ることができるようにするとともに取締役を大株主に限定して小株主を締め出すという弊害を防止するとこのね後ろに大株主に限定して小株主を締め出すのはどういうことかっていうと 例えば、えー、ねあのうちの会社の取り、えー、出資者株主さんはさっき言ったようにじゃあね、えー、じいちゃんばあちゃんと、えー、そしておじさんたちもおじさんおばさんもいくらか出資してくれてるんですよとかいう時にですよで株主に限るという規定を作ってです、ねえー、この時にですよ、えーねあのー、もうね、えー、株主に限るでしかもですよ株主総会の決議でこのアでもやりますが株主総会の決議って。 株いっぱい持っていいるる人がっっぱい発言権あるでしょってなると、ね、じいちゃんばあちゃんたちがですよ「私たちが取締役やる」とか言い出しちゃうと「でえー、じゃあね本当にね,、えーあのーねえー、経営手腕のある、えー、例えばあ、ねえー、近所のおじさんが、えー、すごい経営手腕あるんですよ、ね、すごいアイデア持ってるんですよその人がやってもいいよ」って言ってくれてるのに株持ってないばっかりにいい、ね、大株主のじいちゃんばあちゃんがあいつらダメだみたいなことを言い出しちゃう。 ねえいくらちょびっと持ってる株持ってるおじさんおばさんたちが、ね、えあの人がいいって言ってても、ね、え結局この規定があるばっかりに駄目じゃんということになってしまうこの規定を作ったのはあ大株主であるじいちゃんばあちゃんたちだよねということになってしまうでしょという話です。ではですよ逆に言うと裏から言うと非公開会社だったら株主に限るっていう規定を作っても いいってことになりますねなぜか非公開会社ってもともと身内経営ですよね。となると取締株主も取締役も身内で固めたいと思うんだったらそれはありでしょう確かに広く人材登用の道という要請はあるかもしれませんがよそ者入れたくないんだったら経営陣も出資者身内に限るってしておきたいのはありじゃないですかというところ。 では続きまして4ページいってください。で先ほどね上の括弧2番の因数のところこれはもうご紹介しましたね。ということで続きまして括弧3番人気のところに移りましょう。でででこのの人気に関してもあのそうすすね、えー、っとですねと、えー 3段目4段目は一応載せましたけれどもあの一応ね任期としてさすがに取締役の任期として、えー、ここは飛ばすわけにはいかないので一応知識の図表としては載せざるを得なかったんですが、えー、さっきも言ったように、えー、監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社もうよかろうというところで、えー、もう残り1か月の対策としては、えー、もうここは確固でもいいかなと思います。 ね、3段目4段目に関してはもちろんね、えー、もう大丈夫ですやりますと思うんだったらあどうぞやってください、えー、けれどもね私だったらこれやるよりは行政法やるかなとこういうところで1段目では目見ていきましょうまず任期といたしまして原則として取締役の任期ざっくり言うと2年なんです。ね、そのざっくり言うと2年というのが何でざっくり2年なのかっていうと。 あの基本的に株主総会って、まあ、毎年1回は開かなきゃいけない定時株主総会というぐらいで基本的にいつでもいいから1回開いてじゃなくて、まあ、ほぼほぼ同じ時期に開くことに意味があるんですよ。例えば多くの会社が3月決算だったりします、ね、でそして3月に決算すると1年間の経営成績だとかを、まあねあのね、書類に起こしてお金に関する書類ね作って。 それを定時,総会に上げて定時株主総会に上げて株主チェックを受けると、えー、こういうことをしますから毎年同じ時期に開かなないいとあんんまり意味ないんですよ今年は3月に開きました、えー、去年は10月でした一昨年しはあ、ね、4月でしたとかバラバラに開いててもあんまり意味がないでしょうということからお金に関する書類のチェックを受けるという意味においても、えー、定時に えー、毎年1回は最低でも開いいてください最低でもですから開きたいんだったら毎月開いてもいいんですよ。株主来ればねですけどね。えー、けれどもまあまあまあ開きますよと。そうするとまず原則としてですよまず、えー、事業年度って1行あ目の後ろにありますけれどもえー、っとですね千人後2年以内に就労する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで例えば。 うちの会社は3月決算ですっていうんだったら事業年度のうち最終のもの例えばじゃあそうですねですで4月スタート3月決算ですという会社であれば3月末で事業年度がおしまいそうするとその後3か月以内6月末までには定時総会開きますよという格好になりますね。 で、えー、それがあ、ねえー、定時株主総会なんですがそこでね定時株主総会開きますがまあこれね途中で事業年度をいつもはね、えー、3月決算だったんだけれども今年度から9月決算に変えますよとかいうことした場合には定時株主総会でやっちゃうとですよ、えー、まあ時々ずれちゃうんですよ。 とりあえず、えー、試験対策としては事業年のチェンジまでは考えなくて結構です。ってことでざっくり言うと定時株主総会は6月とかに開きますよ3月決算だったら6月とかに開きますよって言いましたねでもその年によってですよ例えば今年は6月25日に開きましたということもあれば今年は6月28日に開きますよってこともあるでしょ。 場合によってはちょっと早めに6月10日に開きましたってこともあるんですよ。ざっくり言うと丸2年にしちゃうとその年の開催時期によってちょっと足りなかったりちょっと長すぎたりするわけですね。よってまあざっくり定時総会終結時ではい2年ですというふうにしましたということですね。場合によっては2年より短くなることもあるし2年より長くなることもある。 2年前の6月10日に選ばれたんですでも今年の株主総会定時株主総会は6月30日に開きましたってことは2年プラス20日ぐらい長いでしょっていうことになっちゃいますけど。ってことで、まあ、その定時総会終結の時まででこれもね終結の時ってありますね。えーまあ、例えば定時株主総会は朝10時に開きました。 朝10時に開いて11時半に閉会ですってなったら11時半までが任期なんですよででなんでこんな細かいことを言うのかっていうと例えばね10時,半10時に開きました、まあ、昼前の閉会を予定してますって言うんだったらじゃあ来期の取締役をその定時総会で選んでおけばこの場合隙間がなく続投できるでしょ 同じ人を再生したいんだったらね十11時半に終わった時点で2期目がスタートという状態を作ることができるんですよ。ね、任期が終わってからじゃないと選べませんよってことになってしまうと展示総会の後もう一回株主総会開かなきゃいけなくなってるでしょ。ってことで、ねえーまあ、あ,のあらかじめ選んでおくことができるようにそのままスライド続投できるように終結の時までといううにした そだね、その後ただし、定款または株主総会の決議によって短縮することができるとありましてこの短縮することができるの具体例、米印が次のページの上に載っ,っ,、えー、っかっておりますのでちょっとそっち飛んでいただきたいんですがでまず、ね、取締役の任期って原則ざっくり2年って言いましたね。 まああのね、例えば、偶数年に取締役を改選したいと考えているような会社がですよ例えば、うちの会社は取締役3名を置いている会社ですということでその取締役が仮に途中で死んでしまった就任から1年後に死んでしまった後任取締役を選びましたという時に1人だけ任期ずれちゃうと改選時期ずれてしまうとちょっと会社としては面倒くさいんですよね。 そうした時に前任者の残りの任期ですよとかあ,あなた2年じゃないよと、えー、前の人の残りの期間だけやってくださいとかもしくはうちの会社今まで取締役2人でやってきたんだけれどもそこそこ儲かってきたので取締役1人増やうそうぜってことで、えー、途中から1人選んだんですよ。でも途中から1人選んだら1人だけ改選時期ずれちゃうでしょ。 やっぱり改選時期ってみんなまとめて総督会だとか、まあ、もっとてまあ改選時期って選びたいんですよ2年に1回選ぶとかにしたいんですよね。あと1人だけずれる人が発生すると結構面倒くさいのでそういった場合には、ねえー、ご覧ください例えばある取締役が任期の途中で退任したことにより、えー、公認者を選任する決議においてさすがにここは決議必要なんですがその後後公認者の任期を前任者の任期の残存期間のみとすること。 本当だったら選んだ時から2年なんだけれどもあなたに関しては前任者の残りの1年だけやってくださいとか1年半だけやってくださいとかねであと、えー、増員ととして任任された取取締締役役ののの期期を他の取締役の残存期間とすることとができるとこのようにしておかなければ、えーね、途中で辞めたり死んだりした人が出てきた時に、えー、改選時期がずれちゃうとあ後々の株主総会が面倒くさいというところです。 でじゃあ原則任期2年、えー、ざっくり2年と言いましたではその下非公開会社の場合なんですが先ほどから言ってますに非公開会社っていうのは、えー、株式譲渡が自由でない身内経営のような会社ですね。非公開会社っててていいののは全ての株式に譲渡制限がついていますよという会社のことを非公開会社と言いましたね。 えとなると、えー、非公開会社の場合には身内経営なんですよだったら2年に1回役員見直すすす必要がありますかって感じですねイメージ的には親戚とかでやってるような会社ですよ、えー、そういった時に、えー、2年に1回やる必要なかろうと、えー、長男次男三男で会社やってるんですよであればそんなしょっちゅう2年に1回見直すほどではないので、えー、この場合、えー、まああのね 定款作れば定款規定を設ければ最長これを10年まで伸ばすことができますただ任期規定自体を廃止したりすることはできません最低でも10年に1回はもちろん続投は可能なんですよ同じ人を選べば続投してもらうことは可能ですですからあ同じ会社の取締役はもう30年やってますとかっていう人は普通にいます えけれども、えー、この場合、えー、選び直す見直すことは必要ですけれども、えー、ねあのー、まあね最長で10年、えー、定款規定を作れば改選は10年に1回とすることができますね株主総会で決めること減って面倒、えー、くさくないでしょっていうところです。 あと3段目4段目に関しては、えー、監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社に関してはここさっき言いましたようにまああのねえー、もういいですまあ簡単に言うと、まあ、かなりねチェック体制の厳しい会社なんかにおいてはざっくり言うと1年なんですねというところで、えー、もう毎年見直しましょうみたいな感じですよもうそれでいいですその下任期が満了する場合といたしましてこれはね 上記の2年の途中であったとしてもという意味なんですがまず丸一丸二はひっくるめちゃって結構です。1010、えー、丸丸ひっくるめるってどういうことかっていうとまず監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社を置く旨の定款の変更逆に丸二番はそれやめますってパターンなんですよ廃止です。丸二番、えー、監査等等委委員員会会会設置置社指名く旨の定管の定定めを廃止する つまりこれね、まあ、あの私何たら委員会という言い方するんですがあの全部読み上げると長ったらしい多分噛んじゃうので何、えー、たら委員会と言いますが、まあ、この2つの委員会ね何たら委員会を置くっていう場合にはガラッと経営体制変わるんですよ。となると今まで何たら委員会置いてませんでした、えー、途中で何たら委員会を置くことにしましたとなると今いる取締役たちの手腕がそれに見合うものを持ってるかどうかとは限りませんね。 逆に今まで何たら委員会を置いてました辞めますと言った場合にはその今いる取締役たちが何、えー、たら委員会を辞めた時のスタイルに応じた手腕を持ってるとはかりませんね。となるとまだ2年の途中であったとしてもまだ姉、ね、になったばっかりであったとしてもこの何たら委員会を辞めるとか何たら委員会を置きますって言った場合には一旦辞めてもらってそのまま続投してほしいんだったらもう一回得れば良いんですよ。 ですからあ、ね、選ばれて2年経ってないから何たら委員会置いたけど残りの任期はやらせてとはならないんです。なんたら委員会置くことになった以上は役員の総督会一旦見直しをしをますそういった意味で2年経つ前でも一旦もうやめてもらいます。ということで、えー、そこね、えー、もうはい1年だけれどもあなた任期満了ですってなっちゃうんですよ。 もちろん、ね、その人に手腕があるなら次また選ばれるでしょう。でも、えー、手腕を必ずしも持ってるとは言えないから見直しが必要っていう意味なんですねあともう一点ちょっと違ってくるのが丸三番,番は、えー、今度ねその発行する株式の全部の内容として。 譲渡による当該株式が、株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更。一旦切りますよ。これね、えー、全部の株式に譲渡制限がついていたけれどもそれをやめますってことですね。つまり、うちの会社は オープンな公開会社にななりますっていう状況なんですよ今までは身内経営で全てての株式に譲渡制限ついておりましたあそうすると、えー、自由にその会社の株式を手放したりよそ者入れたりすることができない身内経営の会社だったんですよ。身内経営の会社があ譲渡制限を廃止したことによってオープンな誰でも入ってこられるうー会社になったんですよ。となると。 今日のの講義の冒頭でやりました。公開会社の場合であれば取締役会の設置が必要とでそして、えー、身内経営、えー、公開会社だったらあー、ね、オープンで取締役会を置いて、えー、身内経営で、えーね、株主の目が行き届くという状況じゃなくなってくるんですよ。 となると、ね、しかも公開会社になると、そもそも会社法自体が大規模経営を想定していく、株主の人数も多くなってくるということを想定しています。となると、今まで身内経営でやってきた取締役が、今度大規模経営の手腕を持っているとは限りませんね、これも。となると、もう会社がそう大転換をする状況になったならば、去年就任した人でも、もうやめてもらいますと。もちろんその手腕があるならば、 もう1回株主総会で選べばいいわけでしょという意味です。ですからああ一旦役員の見直しが必要なケースがこの123ですね。というパターンですとあと後ろの括弧は何たら委員会ですからもうこれもいいでしょう。では続きまして。 今度、えー、株主総会、えー、と取締役会の、えー、決議の決議要件に関してまず株主総会決議といたしまして決議にはいろんなパターンがありますよと、えー、原則としての括弧1番普通決議ちょっとページめくっていただくと、えー、今度6ページの真ん中括弧2番の特別決議というものとさらには7ページの括弧3番特殊決議とかいうものがあります。 でこれはね決議内容によって、えー、いろいろハードルつまりこの決議要件が変わってきますよと原則的には普通決議なんですけれども普通決議のハードルが一番低いんですねこれに対してちょっと会社にとって大事な事柄を決めていくときにはもっとハードルの高い2特別決議になります。 さらにはもっともっと大変なことを決めていくんだったらそれはさ,れさらに高いハードルの特殊決議となっていきます。というところで決議内容によってハードルが違ってくるんですがそのハードルを、ね、理解しておきましょうまず括弧1番で普通決議と,というところをご覧いただきたいんですが。 でまず普通決議あの、ねえー、中身見てください、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、でこれが定則数とありまして、でこの定則数の説明もこの後言っていきますでさらにその出席株主の議決権の過半数の賛成で行う多数決というところなんですが。 まあざっくり言うと、えーね、あの賛成多数で可決というか感じなんですがででもですよざっくり賛成多数で可決と言ってもですよ例えば株主総会開きましたもう今日、大嵐ですと全然もう電車も動いていませんという時に、えー、出席株主株主総会の会場行ってみたらう株主ちょろっとしか来てませんみたいな状態の時にそこで、えー、来た人だけで賛成多数、はい、多数決ねと。 言ったらちょっとこれはいかがなものかねっていうことになりますからやはりできるだけ多くの株主の意見を反映すべきだということになりますから枠の中見ていただいてまず1行目のところ議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席。 この出席というところでそもそもこの人たちが賛成するとか反対するとか以前の問題として決議を取るためには一定数の出席が必要ですこれが定則数というものになります。ってことでじゃあちょっとその,下の枠の下の一は見てください。 定款に普通決議にについいて何の規定定もない定管に特に、ね、内容を変えてない場合大原則の形態といたしましてまず、グザンプルうちの会社には総株主の議決権数800個でしたという時に定則数401個過半数出席が必要ってことは400個401個以上の議決権を有する株主の出席がないとそもそも決議を取ることすらできないんですよと。 いう状態ですねですからあ、ねえー、あの会議開いてみました「200個しか来てませんでした」ってなったらそもそもその時点で「ああ無理ですね」ってなるんです。でではですよじゃあとりあえず、えー、黒丸600個の出席がありました。 全部で議決権800個で株主さんってみんながみんな来てくれるとか限ないんですよ。どうせ私が行ったところで、えー、とかね、えー、だって今日会社あるしとかね来、えー、ない人もいるんですよ。となるとある程度会社もこの定速数のことがありますからあ、ね、できるだけ来てほしいという状況を作るんですが、まあね、あの委任状とか出したりだとかあ、ね、事前にあの意見をあ、ね、賛成票を投じるとか、ね、書面投票とかっていう制度を採用することもできますが、まあ、それを置いといて。 でじゃあねとりあえず600個の出席がありましたとなると本来全部で800個なんだけれども800のうちの多数決ではなくて出席者の中で多数決という形になりますですから、えーねえー、全部で800個が議決権なんだけれども、ね、ただあ、ねえー、上の枠の中のアンンダーライン見てくださいその出席株主のってあるでしょ でですから2段階でチェックをしていくこととが必要となりますよまず出席者満たしているかどうか出席者満たしてるんだったらあとは決議は多数決です。ってことでですから例えば全員出席だったら賛成数401個以上の賛成必要ですね。全員出席だったら議決権800個でしょ。で過半数は401個ですね。 じゃあ400個の出席だったらそもそも決議できませんね。関数出席個の出席席個の必要ですからでは今度2番このね定款で定束数の定めを変更することができるとつまり会社として見ても会議開いてみて出席者少なかったら「ごめんなさい今日無理です」っていうのを避けたいんですよ。 となるとえー、もう定速数自体をカットしておくということも、まあ、できます。ということで、えー、定速数の定めを変更することができましてエグザンプル定速数の定めを全く排除したという場合であればまずうちの会社には定款で定換規定必要ですよその代わりもう今日は定速数なしでいきましょうとかそういうのはダ,ダメです。 定価にあらかじめ書いておけばあこの場合総株主の議決件数が800個で出席した株主の議決件数200個でも OK です100個でも OK ですただこの場合はもうあくまでも出席者だけの多数決で行いますから200個だったら101個の賛成多数ですよとでは続きましてで では、ね、普通決議で物事を決める時にですね6ページの上のところコンファーで基本的に役員を選ぶとかっってていう決議って普通決議議普通なんですね。取締役を選任するという決議は普通決議で行いますが上のコンファー取締役監査役のあと会計34の選任解任における定足数は。 定款の定めによっても定則数を総株主の議決権の3分の1未満に下すことはできないということで,で基本的には普通決議という言い方をしましたが例えばうちの会社にはねえあのね当会社の普通決議の定則数は排除するとか書いてあったとしても。 えー、役員の選任会議に関しては、えー、会議開いてみたら800個のうち出席者200個でしたという場合だったらもうアウトなんですね。同じ普通決議の中でもやっぱり役員の選解任は少しの株主だけで決めるべきではないと。でできるだけ多くの出資者イコール株主の意見を反映させるべきだということから、ねえー、この場合は下げても3分の1までです。 ですから定款に、えー、普通決議の定則数は排除する役員の旋回人の決議の定則数は3分の1とするというふうにダブルで規定しておかないとダメだよねっていうことになってくるわけですね。下げたいんだったらね。であればですよ、えー、役員の旋回人に,に関して 3, 3分の1まで引き下げました何にも書いてなかったら関数出席ですから。 えやって3分の1まで引き下げてましたで,、えー、ではここで、えー、総株主の議決権が800個でこの時最低でも3分の1まで引き下げておりますから267個以上の議決権を有する株主が出席しなければ取締役監査役の千任の決議をすることはできないねというところです。 ただ、一応3分の1まで引き下げたけれども、3分の1まで引き下げたけれども、実際開いてみたら600個の出席がありました。っていうんだったら、その600のうちの多数決です。よって、301個の賛成があれば通るというところですね。では続きまして、カッコ2番、特別決議ということで、特別決議は今の普通決議よりも、 もっと慎重な、えー、多数の賛成を要する場合といたしまして例えば定款変更だとかは特別決議ですよね定款変更は特別決議で行う必要がありますよということで、えー、枠の中見てください議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席しここはさっきと同じなんです過半数出席は原則形態普通決議の原則と同じですで プラスその後その出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で行う多数決ということでまず賛成数のハードルが普通決議よりも上がってますね普通決議の賛成数のハードルは多数決関数賛成でいけたのに特別決議の場合には関数賛成じゃ足りないんですよ。分のつままりちょっっとハードルが高くなってますねというところになります。 ってことこでその下、丸一番定款に特別決議について何の規定もない場合、原則、えー、形態としてはあ例えばもうちょっとここ変えました。えー、まずうさっき800個でしたが今回1000個です、えー。総株主の議決権数1000個でした。定則数は過半数出席ですから501個ね。となると501個以上の議決権を有する株主の出席が必要です。ここで600個の出席がありましたととなると 600のうちの3分の2以上の賛成ですね。ってことで、えー、決議は400個以上の賛成多数で、えー、可決となります。ね、600個で普通決議になったら301個で、えー、可決となるんですが特別決議の場合には賛成数のハードルが高いと。半分、えー、程度の賛成じゃ足りないんですよというとこですね。じゃあ 900個の出席だったら600個の賛成が必要ですね出席者が多い分やっぱり賛成数も多いと必要になります丸2番。ではここで定款で定足数の定めを変更することができるこれもさっきのね普通決議と似てるんですがただし総株主の議決権の3分の未満に下すことはできないと これね普通決議の場合には役員変更を除いては定速数撤廃もできたでしょでも特別決議はそれは許さないんです。特別決議っていうのはあやはやり定間変更だとかの大事な事柄を決めるべきことななんですよとなるとる定速数撤廃やっちゃうとあえてみんなが来にくい時に行きにくい日に設定しちゃうとかねそれされちゃうと困るでしょということで。 えー、定足数は引き下げても3分の1までということで、えー、総株主の議決権数、えー、1,000個であれば定足数は3分の1まで引き下げたならば334個の出席が必要ですねと。333.333 33 33ってなると、えー、0. 何個っていう議決権はありませんから波数はないよねでは。 えー、ここが一番難関な「特殊決議」というもので7ページいってください。で今までのね普通決議特別決議っていうのは議決権だけでよかったんですがここね今の話の定則数とちょっと区別していただきたいのが特殊決議というのは頭数のチェックも必要なんですというところです。ということで、えー、見ていきましょう。 まず枠の中で特殊決議括弧 A 型ってありますが実は B 型とか C 型もあるんですが B とか C はいいです、えー。B とか C までは結構ですからあの使用者試験でも B とか C とかそんなほとんど出てこないので、えー。ってことでもうとりあえず A 型だけで結構です。でこの特殊決議の A 型、えー、もうあの1個だけ覚えてください譲渡制限規定を設定するときはこれが必要なんです。株式に譲渡制限規定定を設定する時 はこの高い高いいハードルが必要ですすと株株式式の譲渡制限規定、えー、株式は譲渡自由が原則ですでも、えー、それを譲渡制限規定をつけるってことはあ株式を手放しにくくなるんですね。ってことで、えー、もう株主の、ね、権限としての、えーね、根本的なものを変えちゃうっていうところなので、えー、もう簡単な多数決レベルじゃ足りないんですというところで。 じゃあ見ていきましょうイメージ的にはちょびっとの大株主たちだけで物事が決められないようにという趣旨なんです。ということでいいですか、えー、枠の中見てください議決権を行使することができるで株主の半数以上株主の半数以上で括弧こ,これを上回る割合を定款で定めた場合にはその割合以上ってありますがッコの中はそれほど大事な意味は持たないんですが でこのアンダーラインの株主の半数以上というとこなんですが前のページの1行目、えー、特殊決議の1行目と見比べていただきたいのが、えー、前のページの枠の中ねいいですか、えー、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席しってまず議決権ベースで物事言ってますよね特別決議とかね。 でもこっちの7ページの上だとアンダーラインって議決権云々以前に株主の半数以上って言ってますよね。ここれ頭数のことなんですよで株主の、えー、頭数で半数以上でしかもねこれ、えー、前のページ出席しって書いてありますが。 出席って言葉出てきてないですね。えー、ねあの株主の半数以上であってって言ってますよね。株主の半数以上であって、そしてその後当該株主の議決権の三分の二で括弧飛ばします。で、えー、頭数半数以上。あなおかつ議決権ベースで三分の二以上のその後。 賛成で行う多数決と言っておりますで、これをどう読むのかその下ご覧くださいこれをちょっと解説しているのがその下なんですがもうね出席数とかそういう話じゃないんです定則数とかそういう話ではなくてまず出席していない人も含めて 議決権持ってる人も含めて出席してないもう出てきてない人も含めて両方の要件を満たす必要ありってありますがまず議決権行使可能な頭数半数半以上の賛成が必要ですそれのみならず議決権ベースで3分の2以上の賛成が必要ですよと。これは欠席者も含めてですよ。 欠席者も含めて頭数半数以上の賛成なおかつ、えー、議決権ベース分のの以上の賛成ですでちょっと具体例で見ていきましょうその下例えばねうちの会社の株主さん、えー、全員で、ね、ABCDE5 名が株主の全員です。で えでそこでね右が持ち株数議決権数とありまして1株1議決権まずこれが大原則ですね。場合によっては議決権制限株式とかね株式一種類株式としてあなた議決権ないですとかいう定めを設けることもできたりとか場合によってはあ単元株式数株式の議決権に10株持ったら1議決権ですよとか。 いう定めを設けることもできます。まあ、そういったものは全くない大原則の形態と思ってください。でなると、まず一株一議決権ですよ。で、持ち株数が人によって違うんです。まず A さんの持ち株数が四百株。で、ちなみに株式は一株二株って単位ですが、議決権は一個二個と言っていきますから、あ、四百株持ってる人は議決権が四百個。大原則の形態ね。 そして B さんは300株300個の議決権ですそして C さん D さん E さんは100株100個の議決権です合計で1,000個の議決権5名で1,000個の議決権なんですけれどもここでですよ先ほど言った今回の特殊決議譲渡制限規定を設定しようみたいな話になったんですよ。 その時にやっぱりね全員賛成だったら話はスムーズなんですがああやだとかねえねあのいやいや勝手にもうねあのいちいちあのよそ者はあのいいじゃないかうちの会社はオープンでいいじゃないとか言ってる人もいるんですよね。ってことでこの場合それをするためにはその下1番1番この1丸2ってのが上の1 0に対応してますからね。 で、えー、この丸一、丸二、二、えー、つの要件のクリアが必要なんですっていうことで。えー、頭数の賛成要件と議決権ベースの賛成要件、二つ必要なんですよってことで。まず、頭数半数以上の賛成必要なんですね。この会社、五名の株主がおりますから。三名以上の賛成ですね。さすがに株主は、ああ、ね、零点五とかありませんから。 ねえー、であと関数じゃないいので、ね、気をつけてくださいもし株主が6人いるんだったら3人の賛成8人いるんだったら4人で OK です9人だったら5人ですね。ということになりますがまず丸一番頭数の賛成要件うちの会社は5名の株主ですから、えー、3名の賛成は必要。そして 議決権ベースで丸二番で言うと、えーね、議決権全部で1000個あるうちの3分の2以上の賛成が必要ですから、667個、両方のクリアが必要なんですよということで、えー、その下具体例、Example。で、まず、出席者 A、B、C、D があ出席です。E は欠席です。で、 委員、e、は欠席なんですが、ただあ別に委、e、員さんの欠席自体は、えー、特に今回問題ありません。もうとにかくね欠席者も含めて丸一丸二を判断するんです。欠席したってことは少なくとも賛成票は投じられないですね。ってことで、じゃあ今回 A、えー、B が賛成、C、D は反対したんです。この場合決議の結果否決です。なぜかまず 1> 丸一がクリアならずってことなんですよ。丸一は頭数要件ですね。頭数三年、三名以上の賛成必要なんですよ。ただね。丸二番は実はクリアしちゃってるんですよ。丸二番って、A ・ b ビ二人の賛成でいうと。合計七百個の賛成ありますね。七百個の賛成があるならば。あ、丸二番六百六十七個クリアしてますよ。 けれども、それじゃダメなんですね。頭数要件が引っかかっちゃってるんですね。ってことで、これね、あの、これもし特別決議だったら、いけてるんですよ。なんでもし特別決議だったらいけてるかっていうと、えー、今回、 ABCD の出席ってことはまず900個の出席ありますね900のうち2分の3以上の賛成が必要なんでしょ600個の賛成があればいけちゃうのでもしこれがエグザンプルの一番特別決議だったら可決なんです けれども、えー、この場合はあ大事な大事な譲渡制限を設定する大株主ちょびっとの大株主たちだけで物事が決められないように、えーねあのーねえー、少ししか株,主株式持ってない人たちの意見も反映させたいということから頭数要件が入っていいるというとうころですねそしてじゃあエグザンプル2番です。 じゃあ出席者 ABCDE 全員出席でしたそして、えー、もう A 以外の b c d e 賛成です人数としてはあもう4名対1名ということになってきますけれども頭数4人の賛成があったとしても A1 人が反対したらダメなんですなぜかというと議決権ベースでで分の2に届いていないてなんですね A さんの保有議決件数400個でしょ 六百個の賛成しかありません。必要な賛成数六百六十七個ですよ。ってことで、えー、ね人数も頭数も議決権も圧倒的な賛成がないならばダメですよというもの、これが特殊決議というものになります。では次八ページです。 今度取締役会決議なんですけれども、えー、この取締役会決議に関して、えー、これも決議要件です、えー、枠の中議決に加わることができる取締役の過半数の出席、えーとねえー、取締役の過半数が「あごめんの」じゃなくて過半数が出席しのほうがいいですね、えー、過半数が出席しすいませんです、えー、過半数が出席し 過半数が出席しそしてその後出席した取締役の過半数の賛成で行う多数決ということでまず、えー、取締役会の場合にはあ、ねえー、1人1議決権だけですで株式の株主総会の場合にはやっぱりいっぱいお金を出した人がいっぱい発言権があるっていう前提で人によって議決権が違いましたね。 でも取締役の場合には、ねえー、その経営手腕、えー、もうねその人に1人1票なんですよ。ですからね,あのね、えー、いくら株主たる取締役は発言権2個があって、ねえー、株式持ってない取締役はあ1個しかありませんとかそんな不公平ないんですよ。取締役であれということで過半、えー、数出席そして出席者の過半数賛成という形になってきます。 ですから、あ例えばうちの会社の取締役は ABC3 名おりました3名いて2人しか出席していなかった、ね、例えば A さん B さん出席です C さんは病欠でしたでも2人だったら一応会議開けちゃいますね定速数クリアですで2人のうちの過半数ってことは結局2人賛成が必要ですとねじゃあ a BC で4名うちは在籍数がおりますと4名いるんだったら過半数出席ですから3名出席必要ですねで、えー、3名のうち過半数賛成ってことは2名ですねでも4名在籍していて4名出席しましたってことは過半数賛成ってことは3人の賛成が必要ですねというところになってきます でそしてその下、迷惑の下でこの定速数決議要件いずれも定換で過長することはできるが軽減することはできないということで株主総会って引き下げられましたね。特に、えー、普通決議と特別決議の定速数引き下げられたでしょ。でも、えー、ここはさすがに引き下げることはできないんです緩くすすくくるるここととはででききまません、えー、厳しくすることだったらできます。 そしてこの黒丸、これぜひ知っておいてください決議につき特別利害関係を有する取締役は決権を行使することができないといたしましてえこれ決議の構成を期するためとありますがでえ取締役会決議で自分に関わる決議だったら基本、だめなんですよ。で なぜかというとこれもね趣旨なんですが株主総会の決議というのはその株主さん出資者としての地位ですよもしその人が取締役を兼ねていたとしても結構いますよ、えー、出資をして会社経営もしてるという株主たる取締役という人いるんですが株主総会の場合は、ねえー、株主総会の決議っていうのは事故の利益のために議決権行使をすることができます。 会社全体の利益を考えるのではなくて私は一出資者としてこうしたいということで賛成反対決めてしまって構わないんですよ。でえー、となると例えば株主の A さんが、えー、自分があ、ね、取締役に選ばれるって話になりましたみんながね、えー、A さんやっちゃえやっちゃえよみたいな話になって「えー、そうですか?」とか言いながら「あーねえー、あのーえーとか言いながら「あ賛成」とか言っちゃって構わないんですね。 もっと言うと株主資格を持つ取締役の A さんが「お前全然経営ダメダメじゃんかよ」ということで、えー、みんなからソース感くらえて、えー、みんなからあ「お前クビだ」みたいなこと言われたんですね。株主総会で「株主総会でお前クビだ」って言われました。じゃあ A の解任を決議にかけましょうって言った時に A さんは「反対!」って言っちゃって構わないんですね。会社全体の利益じゃなななくて確かかに俺経営はないいいももしれないっていう状況でも 自分のことを考えて反対って言っちゃって構わないんですよ。株主総会、出資者としての地位に基づいて議決権を持つからですでも、取締役会ってそうじゃないんですよ。会社の利益を考えて議決権行使をしなきゃいけないんです。となるとですよ。例えば、えー、そこのイグザンプルをご覧いただきたいんですが、 えー、代表取締役会食の際の当該代表取締役たる取締役つまりお前クビにするぞって場面なんですけれどもさっきの株主総会と違うのが取取、えー、取締締締役役役会会会設置会社の代表取締役は取締役会で選んだりりにしたりしたますでここで例えばあうちの会社の、ねえー、取締役は ABC3 名おります。 大取代表取表締役が A さんです A さんに「えーね、あのもうねこの人、ね、素質ないんじゃないか」みたいな話になって A さんをクビにするぞって話になりましたっていう時に A さんは代表取取締締役役でありながらもう前提として取締役くれますよね本当だったら取締役として議決権を持ってるはずなんだけれども A さんはその自分をクビにするという場で「反対って言えないんです。 なぜか自己方針をどうせ考えるでしょ取締役会決議というのは自分がどうしたいかじゃなくて会社全体のの利益のために議決権行使をすすべきなんですよ自分に関連することからだったらどうしてもやっぱり自己保身に走っちゃうでしょう。よって「あなた遠慮してください」と。そうするとうちの会社 a b c 三人いますよね。 2人ね出席して2人で賛成すれば少なくとも決議できますよね。さっきの定則数、えー、賛成数の話ね2人出席して2人賛成すれば A はクビにできてしまうというところなんです。あともう一点利益相反取引協業取引、えー、このあたりも行政書試験ちょこちょこ出ますよね、えー。例えばこの利益相反取引っていうのは例えばあ会社の土地を取締役が購入するとかね。 不当に安く買っちゃうと感謝が損するでしょうそして協業取引っていうのは会社とライバル関係に立つような業務を個人でやっちゃうようなケースでやっていいですかっていうことを会社に OK もらわなきゃいけないという時にですよ。でこの場合当該取引をする取締役なんかに関してはやっぱどうしても自己保身走っちゃうんですよ。 ととなるとあななたやめとときなさいとあくまでもこの取締役会っていうのは会社全体の利益を考えて判断する場ですからあ自分の利益を優先してしまいがちなあ決議内容に関しては控えてくださいという形になるわけです。 もちろんね,、えーね,あのーねえー、自分はもう本当に私はそんなんじゃないんです精霊潔白なんですという状況で、えーね、あの会社のことを考えて私がいた方がいいんですと、えーね、あの私の解任反対とか言いたい人もいるかもしれませんがでもその懸念があるならばやめておきましょうとということですちなみにねこの「エグザンプルの「代表取締役会食の際の」えー、とありますけれどもこれね、あのー、自分に関係する事柄だったら。 一切議決権行使しちゃだめかっていうとこれね、えー、っとそうでもないんですよ。会食だったら議決権持ちませんでも選ぶ場面、えー、選ぶ場面のことを選定と言いますが選ぶ場面だったらそもそも選ばれるケースだと自己心う云ぬんって場面ではないですよね。 となると選定の際は議決権ありなんですよ、えー、議決権のことを丸切って書きますが、えー、議決権あり議決権行使することができるんですね、えー、選定の場合本人ですよ、えー、選定の場面選ぶ場面で当該本人は議決権行使できちゃうんです組にする場面だったらやっぱり自己保身ですよ選ぶ場面だったら ねえー、この場合例えばね選ばれる場面ですよ選ばれる場面でですよ「いやいや私はもうこんな会社の器じゃないんです」って言うんだったらみんながやってくれって言うけれども反対とお言っても構わないですね。ねあのね、えー、もう候補者として選ばれて私自信ありますとうちの会社にとってみると私やった方がいいと思うんだったら賛成って言っちゃって構わないんですよ。選ばれる場面だったら自己心自己の利益っていうところがちょっと低いですね。 でも首にされる場面だとどうしても自己保身の方に走ってしまうということが懸念されるというところです。ですから選定選ばれる場面だったら議決権行使できます。首にする場面だったら議決権行使できません。 あと、えー、3番です、えー、決議の省略、みなし決議とありますけれども、えー、この決議の省略、みなし決議というのはこれも制度としては知っておいてくださいもう一番ポイントとなるのは要は本来、ね、決議というのは株主総会だろうと取締役会だろうと基本的なもう会社法、まあ、会社を以前にもあの、ねえー、そもそもの話としてもうこれ会社以外に出ますよ。 決決議の物事を決める、えー、多数の人数で物事を決める正当性としては基本的には討論を経た上ででの議決とということが正当化根拠なんですよ、ねえー、例えばあ、ね、自分はこれについては反対だと思ってますという場合でも賛成する人の話を聞いてみるとほぼ一理あるなと思うケースましょう、えー、自分は反対だと思っていたけれども反対者の声を聞いてみたらあそういうリスクがあったのかと。 とというここに気づくこともありますねですから決議の正当性というのは基本的には討論を経た上ででの議決これが必要なんですとなると、ね、株主総会だって取締役会だって基本的には会議を開いて来てもらってで株主総会なんかだと結構ねいろんな会社の株主がもう取締役たちにいろんな質問して。 ねあの「えー、とか「とか言いながら取締役たちは汗かきながら答弁とかするわけですよね。で、ね、そういう場として必要なんですよと討論を経た上での議決が必要なんです。で、えー、ただ株主総会でも取締役会でも基本的にみんなが全員賛成してるんだったら反対者の声を聞くっていう場ではなくなってくるじゃないですか。 てことで、えー、このみなし決議というのは1人でも反対者がいたらダメなんですが会議を開かずに会ったことにいたしましょうというのがみなし決議なんですよ。会議開かないんですよ。でもあった扱いになるんですよ。ってことで、いいですか、えー、丸一番左側左右ご覧ください株。取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案するちょっとこのことについて決めませんか 例えばあ、うちの会社の社名をレックからレッコに変えませんかみたいなね、定款変更ですよ。で、えー、ちょっとレックって社名はいかがなものかねみたいな、みんなが、おレッコいいじゃんみたいな、賛成するということで、えー、ある提案がありました、そして、まぁ、あ、○二番ね、えー、○一の提案に月き当該事項について議決権を行使することができる、えー、株主の全員が書面にまたは電磁記録に、同意の意思表示、気をつけてください。 決議を省略することについての同意ではなくて内容面についての同意ですしかも全員賛成です。内容面について「レック」って社名いけてないよねと「レッコ」にしようと「レックって社名いけてないよね「とレッコ」いいじゃんとか。 言ってですよ。えー、れっこにしよう。みんなが OKOK、OK OK。れっコで行こうとう賛成したならば、会議開いてなくても、みんながれっコがいいって言うんだったら、あね、えー、反対の声出てきようがないでしょ。みんながれっコが、あ賛成って言ってるんだったら、あねあね、これでいいじゃんということで、会議開かずともできちゃいますと。で、この時ね、転換規定なんかなくたって、 え全員賛成だったらもう会議開かなくても OK なんですしかしですよ取締役会の場合には基本下の内容同じなんですが。 丸一番、えー、取締役は取締役の目的である事項についてまず内容を提案します。その上で2丸二番丸一の提案につきで括弧コ飛ばしますがその全員が、えー、書面電子的記録により同意の意思表示をするというとこなんですがこれも内容面において、えー、賛成してますよというとこなんですがただね、えー、全員が内容面において賛成してますよというとこなんですがプラス 定管規定規が必要なんですでもっと言うと、えー、さらにハードル高くて「丸3番」「監査薬設置会社にあっては監査薬が当該提案について異議を述べていないこと」つまりこのね、えー、丸3番なんかもよく気をつけてください決議を省略することについての異議ではなくて。 内容面についてそれでいいですよと言ってるケースなんですね。というのがそもそも監査役っていうのは業務監査権限、えー、まあねうちの会社にとってそれをすることがよいかどうか、えー、業務監査、まあ、内容面のチェックも必要なんです。内容面のチェックをする権限を持っている監査役がその内容については「いいっすよと」と特に文句も言ってないと。そして、えー、全員賛成している。なおかつ 全員賛成してても定款規定がなかったらやっぱり一同に会して話し合ってみなさいってことなんですよなんでかっていうとやっぱりね、えー、これ、えー、さっきも言ったように決議の正当性は一旦みんなで意見を戦わせましょうと基本的なスタンスとしては反対者の意見を聞くということも必要な場だからと申しました でも結局全員賛成だったら反対者の意見で出てこないんじゃないのと思うかもしれませんがただやっぱり取締役会の場合にはあ一応賛成だけれども考えられる予想されるリスクとしてはこういったものがありますという意見を持っている人がいるかもしれないでしょ。となると賛成だけど一応こうういいいった話も聞いてててくくれという場と場ししは残しておくべきで,すよ、ね、でも株主がそれすらいらないとみんな賛成だったら委員を開かなくてと。 えー、ちゃっちゃか前に進めちゃってと株主が定款規定を作ってくれたらもういいですと開かなくていいですとつまり株主が定款規定を作らなかったってことは全員賛成でも一応話し合ってみてくれってことなんですよね。という意味で何、えーね、でここが違うのかっていうとそういった趣旨の違いと。 あと最後すみませんまた今年も延長になりましたあのー、申し訳ない、えー、もう一個ね、えー、せっかくなのであのー、特別取締役の話を見ておこうというとこなんですが。 で、あのー、これね、次のページに、えー、普通の取締役会決議と、特別取締役の取締役会決議が次のページに載っかっていますので、あの次のページは参考程度で結構です。ですから、次のページは、あのー、そうですね、えーまあ、各自で、えーまあ、ここまでやるかどうかっていうのは、あね、あの他も完璧だったらやっちゃっていいと思いますが、優先順位的には民法とか行政法とかの方が先かなと思います。 ととでとりあえず最低限、えー、特別取締役知っておいてほしいのはこの9ページの話なんですよ。えー、この特別取締役に関してまず本来ね例えば、えー、取締役会の決議ではあ下の2行目丸一番とか丸二番例えば、えー、重要な財産の処分を及びする受け例えば、えー、会社の持っている土地をでかい土地を処分するとかね えー、もしくは会社が土地を購入するとか、えー、結構でかい不動産を売却するとかもしくは買ったりするそして ② 番、えー、多額の借財まあ、この多額の借財っていうのは例えば銀行からあ大きなお金を借りるとかねいう、えー、ケースなんですがで本来これやるんだったら普通に取締役会開いて前のページの上でやった「関数出席関数賛成」これはやりたいところなんですよ。やらなきゃいけないんですね。 えー、だってかあ取締役会ってさっき言った意思決定が必要でしょ意思決定必要なんだからこういった大事なことから決めるんだったら取締役みんなで集まって会議するんですよ。でただですよちょっとその下見てください枠の中ね、えー、枠の中ご覧いただきますと、えー、この制度として、まあ、選抜メンバーだけで上の丸一丸に決めちゃっていいよって話なんですけれどもでまず一、えー、は取締役会設置会社である。 本来取締役会設置会社だったら、ああね、えー、丸一番、上の丸一番とか丸二番するんだったらあ、取締役会で決めなさい。意思決定期間です。で、あと、指名委員会と設置会社除くってありますが、これも何たら委員会の場合はもういいですよ。使用者試験としては。もう、あ,あ,あの、同性者試験としては、もう去年出ちゃってますから。とりあえずいいとして、いいですかまず、取締役会で決めるような事柄なんだけど、うちの会社には取締役が6名以上いますと。 取締役は取締役会設置会社だったら最低3名いればいいんですが3名クリアしてるならば何人いても構わないんですよ。もちろん定款で上限設定していればそれまでなんですが、まあ、あの結構、ね、取締役が10人20人いますって会社はざらにありますでかい会社だとね。となるとですよ、例えばうちの会社は取締役10名おりますといったような会社で、えー、まあそこまででかい会社だと結構ね、えー、海外展開とかもしてたりするんですよ。 となると、その10名の取締役のうち、株主、あ取締役会開いて、関数揃えるのだけでも大変なんですよ。取締役海外飛び回ってるでしょ。となると、えー、ねあのー、関数まあ6名の出席必要になりますけれども、6名のスケジュール調整って結構大変ですね。でも特にね上の丸1番丸2番って。 業務,決定のあの業務の意思決定の中でも特に迅速なビジネスチャンスといった意味では早くに決めたいででもあるんですね,ね例えばあ、ね、あの今だったらあの不動産がいい値段で買えるという時でもですよ、えー、でかい不動産購入する時に取締役会の決議必要ですとでも次取締役会のメンバー開いてみて、えー、もうみんなのスケジュールの都合があるのはって言ったら1ヶ月先ですよみたいなことになるとちょっと厳しいですねと。 迅速な意思決定としてはいかかがなものかねと。今だったらうちの会社の全然使ってない土地をでかいまた1億で買ってくれるっていう人がいるんですよ。でも、えーね、意思決定必要です、えーね、1ヶ月先ですと1ヶ月も待てねえなと他の土地買っちゃったりするんですよ困るでしょ。であと、えー、例えばですよ、えー、銀行から多額の融資を受けたいという時にでもですよで、えー、これも,もうあの今日はそう急ぐような話ですよ。 という時に取締役会で多額の借り入れをする時には取締役会の決議必要ですって1か月先ですと。もうどうすんのって話になってきますから特に取締役の在籍数が多いような会社だと取締役会の決議事項の中でも特に迅速性が必要な上の一丸二の事柄に関しては選抜メンバーだけで決めてしまって構いません。 とということでここででの選抜メンバーをあらかじめ決め決ておくことができますよ例えばねその選抜メンバーってどういうことかっていうと今言ったようにうちの会社は取締役10名おります、えー、10名のうちまあ結構ね海外業務担当の取締役だとか、えー、国内業務担当の取締役だとかあと取締役の中でも例えば地方出張が多い人とかいやいや本店勤務で本店の中にずっといるような人とかいたりしますよね。 となると、例えば出席しやすい人をこの選抜メンバーにしておけば、迅速な意思決定できますよね。例えばうちの会社は取締役十名おりますけれども、そのうちの A、B、C 三人を特別取締役にします選抜メンバーです。そうすると本来だったら十名のうち六名出席して決めなきゃいけない事柄なんだけれども、三人だけで決めちゃっていいですよという形なんです。 となると、えー、まあね、えー、ビジネスチャンスを逃さずにというところになります。であと、えー、プラスもう一個要件として、丸三番、取締役のうち一人以上が社外取締役であること。この社外取締役の要件を細かく説明していくと、さらに三十分必要となりますから、えー、とりあえずいいですよ。三十分やってもやります。あのとりあえずあのそれ使用書士に次チャレンジするっていう時きにいいと思います。 使用者試験チャレンジする時には細かい30分の勉強必要なんですが、まあ、ざっくり言うとよそから連れてきた人です今までうちの会社で縁もゆかりもない人です。ですからあこの社外取締役ね、えー、基本的によそから連れてきた人です。で、えー、そうすると、まあ、あのしがらみのないチェックができたりしますしあと、えー、社外取締役が在籍の中一人でもいるとよりスケジュール調整めんどくさくなるでしょう。 基本的に、その社外取締役ってですね、えー、毎日会社に来ないことが多いんですよ。で、えー、ってことで、あの、非常勤だったりすることが多いんですね。えー、ってことで、まあそういった意味も含めて、えー、外部チェックが働いてる会社であって、しがらみのないチェックが働いてる会社であって、えー、〇二丸三で、えー、スケジュール調整が大変なようだったら、えー、選抜メンバーだけで、 えー、上のを決めちゃっていいですとだからあくまでもこの2つの項目だけですよそれ以外は面倒、えー、くさくても大変でも、えー、普通の定則数過半数で取締役会決議が必要です。であとねこれもう一点引っ掛けとしてで定款規定はいらないという点なんです。 取締役会でこの選抜メンバー制度を採用するかどうかを決めればよいということです。ですから、まあね、今、米印の中に書いてありますね,ね,あのね採用するための要件として定款規定必要とか書いてないですよね。 あとまあ C で、えー、いうと最最後の最後のに報告は必要です選抜メンバーだけでこのことを決めましたであれば例えば ABC だけで決めました残りの7名に、えー、これこれこういうことを決めましたという報告はしてくださいと後日、遅滞なく報告は必要です。 とことになりましてで次のページは普通の取締役会と特別取締役に取締役会。 の比較の図表がありますが、まあちょっとここまではいいかなというところなので、まああの余力があれば会社を大好きって方はあのぜひここまで抑えてみてくださいということで、えー、またすみませんね今年も延長ということで、えー、大変申し訳ございませんで開始時間も遅くなった上に延長ということで、えー、大変申し訳ございませんでした。ぜひですねあのね、えー、残り一ヶ月行政書士キャの民法とか会社法だったらあの私池袋その辺うろうロしてますからあの民法とか会社法だったら捕まえていただいてちょっと 質問とか言われればあの私の,あの講義とかの時間じゃなければねあのいくらでもお答えできますのであのぜひね頑張っていただいて、えー、その後行政書士自己採点でよっしゃいけるという状況でそのまま使用書士にチャレンジしていただきたいと、えー、皆さんのチャレンジ合格行政書士の合格そして使用書士のチャレンジお待ちしております。それれでではお疲れ様でした頑張ってください